どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA が新しいねキャンペーンを行っておりますので、こちらの解説ですねやっていきたいと思います。普段ね ANA マイルを使って ANA のね特典航空券ね利用されている方はですね、結構ね面白いキャンペーンなのではないのかなっていうふうに思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですねやっていきたいと思うんですけども、こちらのキャンペーンですね、8月から10月搭乗分限定 ANA 国内線特典航空券乗れば乗るほどマイルバックキャンペーンということで、こちらはですね ANA の国内線特典航空券を利用すれば利用するほどですね ANA マイルがねマイルバックということで戻ってくるキャンペーンなんですよね。非常に新しいですよね。ではね詳細見ていきたいなと思うんですけども、搭乗期間はですね2021年の8月の1日からですね2021年の10月30日までっていう風になっておりまして、2021年の7月の26日から2021年10月の29日予約発券分がね対象っていった形になります。でこちらのキャンペーンはですねエントリー不要っていう風になっておりますので、基本的にね ANA マイレージクラブ会員の方でですね ANA マイル使って特典航空券ね利用していただければですねキャンペーン対象になるっていった形になります。でですね搭乗する区間数によってですねマイルバックされる利率がね変わるっていった形になっておりまして、こんな感じになってるんですよね。4区間であればご利用マイルの 5%、5から9区間の間であればですねご利用マイル数の 10%、 10区間以上ね利用していただくと利用した分のね 15% がマイルバックねしていただけるっていった形になるんですよね。まあ10区間以上ね利用していただければ 15% ね戻ってくるっていう風になりますんで、かなり大きいですよね。で対象路線なんですけども、 ANA 便名の ANA 国内線全路線っていう風になっておりまして、コードシェアもね対象っていう風になっているわけなんですけども、 ANA 便名でね予約した分のみがね対象っていった形になります。でキャンペーンのね対象者なんですけども、 ANA マイレージクラブ会員および特典利用者登録済みの2親等以内の親族の方っていう風になっておりまして、でマイルバックされねマイル付与時期に関しては2021年の11月末頃っていった形になってるんですよね。いやこれはね本当に面白いキャンペーンですよね。搭乗回数はね必要になるわけなんですけども、基本的にね飛行機で利用する場合、まあ、行って帰ってきますので、まあ4区間からですね 5% ねマイルバックしていただけるっていう風になりますんで、まあ2回旅行行けばねだいたいこのキャンペーンに乗ってくるのではないのかなというふうに思いますので、新しいキャンペーンですよね。マイルを使って、まあ、その路線搭乗回数によってですねマイル返ってくるっていった形になりますからね。ですので、まあ、こちらは仮にですね羽田札幌路線で、まあ、レギュラーシーズンであればですね片道 7500ANA マイルでね利用することができるわけなんですけども、まあ、この路線であればですね10回搭乗すれば、まあ、7万5000マイルっていう風になりますよね。でその 15% が返ってくるっていう形になりますんで、7万5000マイル利用して1万1250マイルがですね返ってくるっていう計算になるんですよね。普段からね ANA の特典航空券ねかなり利用されている方はですねとてもいいねキャンペーンですよね。まあ、私はというとですねかなりねANA マイル使わせていただいて、いろんなところね飛び回って、ホテルね撮影したりしに行ってるわけなんですけども、こちらね注意点がありまして、今週の特旅マイルですね、また一緒にマイル割を利用されているご利用のね特典航空券はこのキャンペーンね対象外っていう風になってるんですよね。まあ私もですね今週の特旅マイルっていうのが毎週更新されますよね。まあ今日これ撮影してるのが7月の27日ということで、今日もね、対象路線発表があったんですけども、今週の特旅マイルっていうのは本当に片道6000マイルかかるところが3000マイルに済むっていう感じで、かなりお得なんですよね。2021年4月現在であればですね国内線発券するのもですね、あの追加費用もね本当にかからず3000マイルだけで、利用することができるっていう形になっておりますんで、普通にね発券するよりかはですねこの特旅マイルキャンペーンってのはかなりお得なんですよね。ですので私もいつもねこれを見て、発見しているっていう風になりますんで、私はちょっと利用できないかもしれないですかね。まああの
特旅割キャンペーンはね、路線が決まっておりますので、まあそれに限らずですね、いろんなところね、旅行されたりとかですね、行く用事があったりねする方で、利用している方であればですね、かなりねいいキャンペーンっていう風になりますよね。それはですね、ちょっと今回の話はねこれで終わりなんですけども、ちょっとねおまけ的な話ですね、ご存知の方もね多いかなっていう風に思うわけなんですけども、 ANA ねフライングホルンを使ったチャーターフライトっていうのをもう1年半前ぐらいからですとかね、もう結構やっておりまして、まあ当初はですね、私の動画でも結構取り上げさせていただいてたわけなんですけども、もうね本当に何回もねフライングフォードを使ったねこのチャーターフライトっていうのもかなり行われているわけなんですけども、先日ね発表になったんですけども、 ANA フライングフォードを使った北海道2泊3日の旅っていうのがですね、今ねツアーで発売されてるんですよね。でまたね新千歳空港からのチャーターフライトっていうのもですね、こちらね発表がされておりまして、今回発表されたのは北海道ともう一つね沖縄も、こちらねフライングフォードで行く2泊3日のツアーっていうのがですね発売されているっていう形になるんですよね。一番最初はですね羽田と、まあ、成田ばっかりだったかな、ちょっとね詳細覚えてませんけども、まあその後ね他の空港とかにもなってたわけなんですけども、とうとうね北海道の新千歳空港であったりですね、沖縄の那覇空港とかもですねこちら行われるっていう風になりますんで、まあ個人的にはですねこの新千歳空港も那覇空港もね、エアバス308のこのフライングホルンってかなり大きい飛行機なので、まあ利用できないのかなと思ってたんですけど、普通に利用できるんですね。ちょっとそれも知りませんでした。で今回のねこのキャンペーンですね、ちょっとね非常にね面白いキャンペーンだなと思うんですけども、このフライングホルンに乗ってね2泊3日で沖縄だったりですね北海道行けるっていうのでかなりね面白そうなんですけども、やはりね価格はかなり高いんですよね。エコノミークラスの通路側で1人7万9800円ということで、まあこれ2名1人の価格で1人7万9800円ということですんで、まあこれ1人でね利用すると10万円ぐらいねエコノミークラスでもかかるわけなんですけども、まあでもねある意味ですねこのフライングホルンが国内でね今飛んでおりますけども、この国内で飛んでいるっていうのもですねある意味ね貴重な経験になるのかなっていうふうに思いましたので、もしね気になる方はですね公式サイトね概要欄に載せておきますので、そちらもねぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はですねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンバーホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。